ハゴーゴー、マッハゴーゴーゴー。うなるエンジン、みなぎる闘志、負けてたまるか、ゴーゴーゴー、スーパーバトルマッハゴー、行くぞ我が道どこまでも、シフトチェンジに力がこもる、レッドゾーンで突き抜けろ、マッハゴーゴー、マッハゴーゴー、マッハゴーゴーゴー。ハンドラー様、キングハンドラー様にお伝えいたします。エゼキエル・ホイールが手に入ったと。はっ、たった今受け取った通信によりますと、海底に沈んだアトランティスでホイールを発見、その争奪戦に勝利したクラッチ副総督が間もなく帰還するとのことです。響き号とマッハ号はもはや南海のモズクとのこと。モズク？それを言うならモクズでしょ。何はさておき、世界は我らがハンドラー様のものです。皆の者に伝えよ、即刻出迎えの準備だ。 X 再びハンドラーの野望を砕け。クラッチ、ご苦労であった。ハンドラー様直々にありがたきお言葉。我らが手に入れましたエゼキエル・ホイールです。これで永遠のエネルギー、エゼキエル・ホイールが4つ全て揃ったことになる。エゼキエル・ホイールを起動装置に組み込めば、世界の全てはハンドラー様の思いのまま。私は神になるのだ。そうです、ハンドラー様は過去を変えることも時代を戻すことも可能になるのです。早速起動装置に組み込みましょう。何やら今日は城の中が騒がしいようじゃが、何かあったのかね。あ、うん、ただでは話さんということか。そうともドクターゼベット、口が裂けてもただではエゼキエル・ホイールが手に入ったことは言わん。自分から喋るなんて、あんた出世の見込みないね。な、しまった。まずいまずい、ハンドラーが4つ目のエゼキエル・ホイールを手に入れたということは、ゴーとマッハ号は一体。ボーさん、着いたよ。よし、地下のゼベット爺さんの研究所ならガソリンがあるかも。お兄ちゃん、あると思う？ダメだろうな。そういえばこの前逃げるとき、後ろで爆発音が聞こえたけど、これだったのね。どうしよう、お父さん。ヘクシュ！うわ！誰だ、噂してんのは。ハンドラーかゼベット博士に決まってら。2555年の世界で俺たちのこと知ってるの他にいないもん。そうだな。何としてもガソリンを手に入れて、ゼベット博士とエゼキエル・ホイールを取り返さなきゃ。よし、腹が減っては何とやらだ。マッハ号のガソリンと一緒に腹ごしらえていくか。イエーイ、行こう行こう。ウー、頼むぞ、ホワイトサイクロンゴー。もう私知らないわよ、そんなのんきなこと言って。なんならマイ姉ちゃんだけここで待ってれば。わーたーいるおやつ抜き。そんな。はあ、俺うまいビフテキが食べられると思ったのにな。仕方ないでしょ、どこのレストランもロッキーを見るとペット入店をお断りしますって言うんだから。いいっていいって、気にすんなよロッキー。みんなで食べればこれで結構うまいんだからさ。あロッキー、思い切り枯らしを塗ったな。
もう遠足に来たんじゃないのよ。ガソリンはどうするつもりなの？なんだい、今度は俺かよ。時間がないの。食べながら探してきなさいよ。わかったよ。ガソリン？誰から聞いてきた？誰でもいいだろ。支給必要なんだ。分けてもらえないか？高いぜ。3倍か。ちょっと高いがしょうがない。おいおい、冗談だろ。え？5倍や10倍ならこっちが買いたいぐらいだぜ。30倍か。嫌なら他を当たってもいいんだぜ。あ、いやいや、頼むよ。どうだった、ゴー君？高いのなんのって頭にきたぜ。買わないの？この先に使われていない立体駐車場があるから、そこで待ってるようにってさ。クラッチ様に報告すればたんまりと褒美がもらえるぞ。何事だ？原因は分かりませんが、エゼキエル・ホイールのエネルギーが安定しません。ドクター・ジェベットに調べさせろ。はっ。クラッチ様。何？響き号とマッハ号が現れた。響き号は海の藻屑となったはずではないのか。ちょうどよい。響き号を捕まえて、このハンドラーが神になる瞬間を見せてやるのだ。じらして値段を釣り上げようってんだろう。早くしてほしいわね。こうしてる間にもハンドラーたちは。なんだこの音は。ゴーさん、あれを。クラッチ。くそ、冗談じゃないぜ。響き号、お前たちは袋のネズミだ。観念して出てこい。ゴーくん、ガソリンがなくちゃ戦えないよ。さあ出てこい。3つ数えて出てこなければ攻撃開始だ。1つ、2つ、なんだ。シューティングアローだ。うるせえ！邪魔立てする奴は地獄へ突き落としてやれ！X！ 挨拶は後でいい。固形ガソリンだ。タクミ！終わるまで隠れてろ。お前のバイクじゃ無理だ。ゴーさん、後ろだ！追え追え！行くぞ！よっしゃ！エアロンだ！はい！運転を頼む！何するつもりなの、ゴー君？ゴー兄ちゃん！だわね。タクターンブレード、ゴー！私に近づくと怪我するわよ。運転すると性格が変わるって本当だね。ほほほほ。2台とも通りに出して挟み撃ちにしろ。これでもできるかな。
またまたお手柄ですな、クラッチ副総督。どうかしましたか？嬉しくて声が出ないってか？貴様！やめろ！副総督、下がれ、手出しはするな。さあ、エゼキエルホイールのある場所へ案内してもらおうか、クラッチ様。何、響きゴン。このままでは、奴らの思うツボです。おのれ、クラッチなど構わぬ、奴らを捕まえろ。ゴーよ、頼む。エゼキエルホイールを取り戻してくれ。ここから上へ行けば、エゼキエルホイールがある。総督、申し訳ありません。ハンドラー様のご命令です。突撃！タクミ！Xだよ。Xがいざという時使えってくれたんだ。貴様の用は済んだようだな。やべえ！行くぞ！おい、逃がすな！副総督、どいてください！重い！潰れる！響きゴーメン、ガードロボットを出動させろ。はハンドラー様、今のうちにエゼキエルホイールを。貴様、このハンドラーが負けると思っておるのか。そういうわけでは。だったら捕まえろ。捕まえて奴らをここへ連れてくるのだ。ゴーさん、銃なんかで歯が立ちませんよ。ゴー君、どうすんのよ。くそ。なんだって？そこまでだ、響きゴー。ロッキー、卑怯だぞ、クラッチ。ゴリラごときに情けをかけてギブアップとは、貴様も大したことはないな。ごときなんかじゃないやい。ロッキーは俺たちの家族なんだ。そうよ、あんたみたいな悪人には分かんないのよ。クラッチ様の大逆転だな。よくやった、クラッチ。さすが副総督ね、見直したわ。響き号などこのクラッチの敵ではありません。さあ、お始めください。ゴー、ゼベット、調べはついたか。そんな簡単にわかるはずはなかろう。貴様、つけ上がるな。方法はいくらでもあるんだぞ。おそらくエゼキエルホイール同士が反応して急激にエネルギーが強まったため同調しきれないのでは。詳しいことはもう少し時間をかけないとわからん。役に立たぬやつ。構わん、始めろ。くそ、これでおしまいか。神様。父さん、実はもう一個手榴弾があるんだ。何をこそこそしている。いや、背中が痒くてさ。父さん、ここ。あ、もっと右かな。そうか、もっと下だ。ここら辺ですか。左、左、左。あ、いいね、そこそこ。おとなしくしてろ。
このハンドラーが神となる時が来たのだ。メイドの土産に見ておくがいい。解放場所を作らんと。天井を解放しろ。はっ。ハンドラー、芝居の幕はこの X が引かせてもらうぞ。バカ者め、人質の命は構わんというのだな。世界のためだ。好きにしてくれて結構。そんな、俺たちに死ねってことなの？仕方あるまい。死なずに済むようだぞ、渡る。今だ、ゴー！エゼキエルホイールを吹っ飛ばせ！何？やめさせろ！待て！どう？何を？逃げろ！こっちだ！逃がすな！エゼキエルホイールじゃ。これで振り出しに戻ったってわけか。奴らの手に渡らなかったんだからこれでよかったんだよね。それにしても危機一髪だったわね。 X のおかげだよ。いや、コンビネーションの勝利ってとこかな。これから X さんはどうするの？ここに残ってドクター・ゼベットとハンドラーの動きを監視するつもりだ。ここで別れるのは残念だけど、親父たちが心配するんで。うん、それじゃあまた。ディフェンスシールド！たくましくなったな、弟よ。え、今なんと？いや、なんでもない。独り言だ。おのれ、響き号にエクスメン。ハンドラー様。大丈夫ですか？エゼキエルホイールはどこだ？探せ！探せ！探せ！でもない。
太陽が2つある？壁画をヒントに原始時代へ向かったけれど、地面氷河だらけ。寒い。巨大なマンモスが現れ、それを神様とも悪魔だとも言う人がいるけれど、一体正体は何なのさ。次回マッハ555、氷河に隠れた太陽、巨大マンモスを追え。ゴー！